はい、どうもセリカです。青鬼人狼の新モードが追加されてから何日かも経つんですけども、ちょっとね、あんまりできてはないんですが、進みがちょっと悪いんですけど、面白いですねこれね。面白いというか、まあ日に日に皆さんの戦略とかがすごくて、めちゃくちゃ強くなっててっていうのがあって、人狼がちょっと難しくないですかっていうところなんですけど、一応ね、アップデート前に撮影してたものとアップデート後に撮影したものが何戦か青鬼人狼やったので、で今回タイトルにもしてるんですけど、あれっていうのが何個かあったので、よかったらそちらも合わせて最後までぜひ見ていっていただけたらなと思います。あれ待って、これあれこれボットじゃない、全員めっちゃいるんだけど。何え、絶対ボットだよね。一応ね、なんか私人狼で、ごめんなさい、二人ぐらいに落ちちゃったというか、退出しましたみたいになって、なんか、ボットみたいなのがうようよ出てきたっていう感じで、なんか10人ぐらいいるっぽいんですよね、ボットが。これさ、倒せないか。変身するまでのこの30秒待って、何人いるんだ ?1、2、3、4、5。いや、6、7人。ねえ、だる。え、これまた30秒待つの?うわぁ、なんか、ゆるーいガチバトルみたいな。待ってから、まあ、ウイルス探すのが30秒ぐらいあったとして、いや、遅いんだよな、足が。青鬼人狼ってやっぱちょっと回重ねると、皆さん上手くなるんで、今回ちょっと、絶対ボットだよね、これ。そうなんですよ、絶対。どうしよう。え、倒せないし。ねえ、人狼側のバルブやったらなんか加算されましたっけ?関係ないんだっけ?もう投票してください。私に投票してください。いや、終わんないよ。落とせばいいんですけど。どうなるかちょっと見たいのもあって、え、10人くらいいない、ボット。うわー、だるいなーこれ。いや、一人も倒せない可能性がある。あ、終わった、やば。一応そうですね、あとなんか一人二人残ってましたけど、いや3人以上は倒したと思う。倒してない。0人なんですけど、いや全く意味のない、まあ誰も倒してないっていうか、バルブも1個くらい開けたんですけど、加算なしっていう感じですね。バグでしょう。ということで、修正待ちたいんですが、ボット部屋があるんだっていう、ちょっと不思議な体験、修正前っていう感じなんですけど、はい、っていう感じでございます。はい、それでは、やっていこうと思います。ちょうどね、アップデート入ったので、一気死にっていうのはもしかしたらもうなくなったのかなっていう感じなんですけど、人間側やりたいと思います。で、虫を組んできました。で、名前消しました。コメントとかでメッセージで、このめちゃめちゃちっちゃいスキンで、名前なしでやった方がいいですよって聞いたんですよ。何がいいかはちょっとわからないんですけど、その方が強いですって来たので、一応そうしました。ただまあ人間側だったんで今回、まあちょっと隠れつつっていう感じではあると思うんですけど、で、私あんまり会話しないタイプで、多分、話しかけられたら疑われないようには答えるんですけど、常に投票画面出しといて、もうすぐ押せるようにしてます。なんかね、ちょっと私、どんくさいので、追いかけられて、この人だと思って投票開いて、こう押してる作業の間に、やられちゃうっていう、しょぼいミスがあったんで、もう開いといても危なかったらすぐ押すっていうパターンにしてます。ただ喋りかけられたら一回閉じて会話しないとっていうなんですけど、誰が怪しい?もうバルブ先に開けられちゃいそうなくらい、声はね、ごめんなさい、ちょっと風邪をひいてまして、誰が怪しいんだろう。大体ね、投票する人よく間違えるんですよ。あ、待って待って、怖い怖い。今のカエルちゃん、怖かったな。いい?ガンガン投票していく。だって鬼の音したもんね、今ね。え、怖?合ってる?違ったらごめんっていう感じですぐ投票しちゃ、え?違うの?怖?うわ!大丈夫?ごめん、さっきのカエルさんが怪しくて。え?ごめん!あれ?それ私が投票したからかな?でも誰かに投票されましたみたいになりますもんね。投票し、君か!君だったのか!ちょっと待った!見ちゃった見ちゃった!この、あ!うわ、危な!当たってたっていうか見えちゃったから。目の前でなったから。え、なにこれ?あと少しでウルフパスがレベルアップするあなたへ。動画視聴が来た。なにこのピンクの。
ボーナスチャンス見ます。はい、もらいました。赤なんかい、どっちだ、ピンクか赤かとりあえずはレベルアップが近くなるとなんか報酬が出るっていう感じですかね。150結構大きいんですよね。助かります。あのね、ことごとく投票を外していくんですよ私本当にね、ちゃんとした人まで疑って投票してしまう癖があるんで、ちゃんと見極めないといけないですね。よし、また人間側、なかなかね人狼側にならないっていうか、まあそっちの方が私はありがたいんですけどね、人狼側多分苦手できないかもしれない。よし、投票の準備をして、ちょっと怪しい、みんな名前隠してくるなスキンで覚えるしかないか。これさ、全員同じスキンでさ、名前なかったら分かんなくなるよね、ぐっちゃぐちゃに。投票しましょう。何かありましたね、何かあったのかな。あー怖っ怖い、一気に来たみんな。ちょっと待って、誰かが怪しいぞ絶対。何、エミリアちゃんが投票しましょうって声が終わってる声が終わってる。投票しましょう言ってますね。誰にすればいいのかちょっとまだ分かんないな。これ早めに脱落させるために、でもバルブ開けた方がウルフポイント高いんですよね。ほんとこうぐるぐる回って様子を伺いたいんですけど、それやるとなんか怪しくって投票されそうなんで、近くで事件が起こるまではバルブをやろうかなっていう感じなんですけど、今は投票しましょう。待って、ニケちゃんでいいさっき一緒にいたもんね。え、違うの、怖い怖いのよ、急に来たりするととか、ニケちゃんの名前がない人とか強そうじゃん、なんかえ、勝ったの、ごめん。ん、これさ、もうちょっと終わり方なんとかならないのうらうらステージさん、パンダさんだったら違ったじゃん。またやっちゃった、ごめんなさいって人多いな、ごめんなさい本当に、ニケちゃんすいませんでしたっていうね。よし、そろそろ人狼側もやってみたいですよね。なるかな、人間側が結構多い、声が人間ですね。はい、しばらくねこれでやってみようかなと思うんですけど、一つ気がついたことがある、人狼やる前に。あのね、キラキラしてるわキラキラはね置いてこなきゃいけなかった。こういう角に隠れるんだったら、ちっちゃいスキン名前なし角に隠れる。ただそういう人が増えてきたら、なかなか急にワッと来て襲われちゃうので、そういう人が増えてきたらネームプレートはオンにしようかなと思います。怖い怖い怖いな、待って、誰かもう怪しいのかな、見極めらんなくて。オッケー、この人は多分大丈夫ですね、バルブやってたんで。ひろしさんは大丈夫かな、大丈夫ですね。いやー、そう言って急に変わるのが怖い。でもまあここまでやって変わってないってことは多分ひろしさん大丈夫で、バルブが続々開いていくんで、うん、誰か脱落した。これさ、あ、そっか、鬼側は投票できないか。え、ほら、ひろしさん安全だったんだよ、鬼じゃなかった。大事な人間を失ってしまった。うわ、怖、ここ。ここのさ、バルブ、一箇所しか開けられないとこはちょっと早めにやっといた方がいいですよね。あ、開けてくれたんだ。じゃあ、アキトさんも大丈夫じゃないかな。怖い、なんだこの人。投票したよ。待ち伏せしてたように見えましたけど、追っかけてくるように見えるけど。違う？いや、怖。あと8秒か。ちょっと待って。あ、怪しい。バルブやってない。ちょっと気をつけて。やっぱり、ほら、ほら。逃げる場所間違えた。やっぱりそうだ。やられた。ちょっと逃げ場所間違えちゃった。そうか、やられた。よし、行きます。待って、最初になんか、え、二人だよ。あ、来た来た来た。最初に退出しましたって出るとさ、わっ、え、治ってないの？アップデート来てるはずなんだけど、治ってないですね、これ。そうなの？修正されましたっていうアップデートだったと思ったんですけど、わぁ、治ってないっぽい。虫尾くんさ、最初のさ、マッチング画面では大きいからちょっと得なんですよ。大きいと思いきやちっちゃくて見えないみたいな。え、またいや、治ってない治ってない。何人退出するの？うわ、ちょっとね、これウルフポイント美味しいのでね、もらえちゃうっていうのがあるんですけど、治ってないっぽいですね。最新アップデートでまだ治ってないのかな。
はい、行きます。ちょっともう一回ぐらい普通にやりたいですよね。人間側で行きます。待ってよ、もう怪しい人をどういう動きをするんだろう。怪しかったらバルブをちょっと触りつつ、ちっちゃいスキンなら息を潜めとくかですよね。で、この左下と一番右上はバルブ解除の場所が一箇所しかないから、早めに開けとかないと重なって開けることになると危ないっていうのなんで、左下と右上はもう先に解除した方がいいと私も思っていて、コメントもそういうコメントたくさんいただいたので、先にやった方がいいっていう感じですね。マップはまだ一箇所なんですね。これさ、いつかさ、フワッティの元みたいなフワッティの元とか、クモ鬼の元とか、クモ鬼じゃない、魔王鬼の元とかがちょっと落ちてて、鬼側に珍王がそれを拾うと5秒はフワッティで襲えるとか魔王鬼で襲える、ちょっとスピード系の襲い方ができないと珍王がね、若干不利ですよ。なんか難しい気がしてます。まあ上手い人はじゃんじゃんやってると思うんですけど、なんかフワッティの元がこう獲得してたら、次1回はフワッティでチャッと襲えるっていうの方がいいような気がする。私みたいにこう同じ歩幅では追いつけない人ごめん、もうさ、話しかけられたら投票してしまう癖がある。いや、ちょっと待って、怖いって違う違う、投票画面開いてるとさ、会話にラグができて怪しまれちゃうっていう。あなたは大丈夫かな、いろんな人に聞いてる。あなたが青鬼、そうです、あなたが青鬼、そうですひよこさん青鬼なの、あなたは人間って、え、怖い、誰脱落したの襲われたの、脱落したの、どっちだ。でも投票により、あ、怖い怖い怖い人がいっぱいいる、ちょっと待ってあなたが青鬼、そうですって言ってんだよね。どういうことだ、白状してるパターンもありますよね。それも怖いよね、私青鬼ですって言っちゃってるパターン。え、怖っ、待って待って、逃げられたってことは、ニキちゃんは違うね。なんか逃げてく人ってなんか違う気がする。自分が近づいてちょっと距離を取る人は人間な気がする。てか、そうですよね。あと1個いけちゃうんじゃない、これ頑張ろう、私は大丈夫です。もうちょっと投票して鬼をやっつけたいんです。怖い怖い、あ、オッケー初めてバルブ8個開けて人間の勝利。誰だったの、あ、うわー、あなたが青鬼ってずっと聞いてた人じゃん。なるほど、うわ、獲得ポイント大きいね、8個開けると。なるほど、ちょっと脱落はさせられなかったけども、バルブで勝ちっていうパターンでしたね。はい、ありがとうございます。いや、面白い違う人に投票してたけど、はい、じゃあもう時間的にラストの対戦になろうかなと思います。また人間側だったので、ちょっとやりにくいとこからやって、鬼をね、ちょっと脱落させたい、投票をちゃんと見極めたいと思います。あなたが青鬼違いますって言ってますね。みーちゃんはレアさんは聞いてて、 JK 丸さんはコアラさんは違うと言ってる会話がある。この辺もちょっと聞いとかないとね、なんかヒントになりそうなんで、ちょっとね、人狼側もやっぱりちょっと足早モードないときついですよね。ずっと同じこと聞いてるけど、1回以上聞くとちょっと怪しいよね。いろんな人に聞いてんのかな、いろんな人に聞いてんのかな、怖いな、怖いって思っていい待って待って、エミリア、そうだ、間違えた、今みーちゃんはレアさんがいたからちょっと投票しちゃった、わー間違えた、コアラさんだった、今足元見てたら、そうだ、もう分かったぞ、いや、そこにいたのがみーちゃんはレアさんだったから、足元見えるまで投票しちゃった、投票して、え、え、私え、投票されてしまったってなったよね、今3票入っちゃったんだ私、嘘でしょ怪しかったか。